皆さんこんにちは。本日は多様化する働き方に寄り添う LINEWORKS の新機能というテーマで、LINEWORKS の新しい機能、これまでの進化の歴史についてご紹介していきたいと思います。このセッション視聴いただいている皆様は今自宅、オフィス、外出先、どんな場所でパソコンを開いていらっしゃるでしょうか。この数年の社会情勢の急速な変化により、在宅勤務、リモートワークのようにオフィス以外の場所から働くようになった方も多いと思います。またそんな時、同僚や顧客とはどんなコミュニケーションツールを使って連絡を取っているでしょうか。ビジネスにおけるコミュニケーションツールの変化を振り返ってみますと、まず1980年代は固定電話が主流であり、離れた場所にいる人と連絡を取るには、電話が必須であったと思います。続いて90年代、90年代半ばよりインターネットが一般にも普及し始め、メールというコミュニケーション手段が重要視されるようになります。またいつでもどこでも連絡が取れる携帯電話の登場で、ビジネスにおけるコミュニケーションの方法も大きく変化したと思います。2000年代では携帯電話の多機能化が進み、いわゆるフィーチャーフォンと言われる端末が多く発売されました。またブロードバンドの普及を背景に、画像や動画など容量の大きいコンテンツの共有も簡単になり、テキストだけではないビジュアルコミュニケーションが可能になったのもこの頃かもしれません。ここからは記憶に新しい話だと思いますが、2010年度に差し掛かると iPhone に代表されるようなスマートフォンが市場に現れます。もちろんスマートフォンをビジネスに活用する企業も当然増え、スマートフォンに対応した業務アプリケーションや 2B 型のサービスも多く登場します。そして2020年代、スマートフォンの進化、多機能化が進んだことで、これまでパソコンでなければできなかった仕事もスマートフォンで代替できるようになりました。ビジネスにおいても複数のデバイスを柔軟に使い分ける働き方が当たり前になりつつあります。こうしたビジネスにおけるコミュニケーションツールの変化によって私たちの働き方も変化し、ビジネスチャンスも大きく広がってきたのではないでしょうか。ここで私たち LINEWORKS のこれまでの歩みについても振り返ってみたいと思います。サービスの誕生は2016年、47都道府県の働くすべての人へ仕事楽しいを広げるという思いを込めてサービスはスタートしました。先ほどビジネス現場におけるコミュニケーションツールの進化について少しお話ししてきましたが、私たち LINEWORKS も人々の働き方の変化に合わせて絶えずアップデートを行い、共に進化してきました。こちらはサービスが誕生した2016年から現在までの LINEWORKS のアップデートの大まかな歴史です。サービス誕生からの歴史を振り返り、ユーザーの皆様の働き方の変化に深く関わったアップデートについて2つピックアップしてご紹介したいと思います。まずは1つ目、現在多くの皆様に活用いただいている音声ビデオ通話画面共有機能についてですが、こちらはサービス開始の翌年2017年にはすでに提供開始していました。ビジネスにおいてウェブ会議がそれほど一般的ではなかった当時からすでに LINEWORKS は双方向リアルタイムなコミュニケーションを実現できる音声ビデオ通話を重要視し、これらの機能を提供していました。2つ目は2019年の外部連携機能の強化についてです。これ以前も外部ユーザーとの連携統合自体は可能でしたが、社内だけではなく社外の人とも LINEWORKS でコミュニケーションを取ったり協業する機会を増やしてもらいたい、そんな思いからトーク以外のサービスも活用できる外部グループ、また LINE ユーザーと複数人トークができる機能をこのタイミングで実装しました。また昨年2021年度は働き方の多様化に対応して音声ビデオ通話機能も大きく進化を遂げました。9月にリリースされたバージョン 3.2 ではゲスト参加機能が追加になりました。こちら皆さんお使いいただいておりますでしょうか。ゲスト参加機能によって LINEWORKS を利用してないユーザーも音声ビデオ通話に招待し、社外とのオンライン会議や打ち合わせも簡単に行うことができるようになりました。ゲスト参加機能を活用すれば
LINE ワークスを使っていない取引先や顔客とも、気軽にビデオ会議に招待して、対面のようなコミュニケーションが取れるようになります。具体的な活用シーンとしては、アルバイトスタッフや社員の採用面接、応募者にゲストアカウントを発行して、ビデオ会議で面接を行ったり、社内研修をオンラインで開催する際に社外の講師やスタッフにゲスト参加してもらったり、短期のイベントプロジェクトなどメンバーが固定されてないタイプのミーティングなどでも活用することができます。実際にこうしたシーンで既に活用しているという皆様からの声もいただいております。こうしたアップデートは、ユーザーの皆様からいただく日々の要望や LINE ワークスへの思いが元になり実現しています。そして今回またさらに新しくなった LINE ワークスを皆様にはご紹介したいと思います。次期アップデートバージョン 3.3 は明日1月20日に公開予定しております。バージョン 3.3 に込めたメッセージは、LINE ワークスでできることブラッシュアップ。今回の LINE ワークスデーでは現場の即戦力、会社の競争力を高めるをテーマにコンテンツをお届けしておりますが、現場の即戦力となりトレーニング不要ですぐに業務に取り入れられるような機能改善、拡張を大きく盛り込んでおります。それではバージョン 3.3 でリリースする新しい機能について3つピックアップしてご紹介していきたいと思います。まず1つ目、モバイル版アプリからの画面共有について、今回 iOS のモバイル版アプリからも画面共有が行えるようになり、パソコンを持ち歩かなくともモバイルだけで資料や画面の共有、ビデオ会議への参加が可能になりました。こちら今実際にご覧いただいているのは、iPhone からウェブサイトを閲覧した際の画面を共有し、通話中の相手に確認してもらっているといったシーンですが、例えば他にもモバイルで撮影した写真を相手と一緒に確認したり、スマホの操作方法を教えたり、複数人で同じ動画を視聴したり、使い方はアイデア次第、さまざまご利用いただけると思います。続いて、ステータスのカスタム機能について、ハイブリッド勤務の導入や多拠点に分かれた勤務形態など働き方も多様化する現在、離れた場所にいるメンバーともコミュニケーションが取りやすくなるようステータスの設定機能も今回アップデートします。メンバーが自分の勤務形態に合わせてステータスを設定しておけば、他のメンバーはアイコンをチェックするだけで、誰が出社して誰が在宅勤務なのかも一目で確認することができます。例えば今オフィスにいない人が今日休暇なのか在宅勤務なのか、本日資材の受け取りの予定があるか、誰が実際に出社しているのかわからない、こんな時にもステータスの設定を活用いただくことで、スムーズに確認することができるようになると思います。ステータスの設定は既存の4つを含め企業組織のポリシーに応じて最大10個まで追加カスタマイズが可能になりました。最後に設備予約機能の強化についてご紹介します。カレンダーの設備に会議室に限らず業務で使用するさまざまな設備を登録し管理活用する方が増えています。モバイル版において設備の空き状況を一目で確認できる機能が欲しいという声にお答えして、今回設備予約機能がより使いやすく進化しました。具体的にはモバイル版アプリのカレンダーのトップ画面に設備予約のビューを新たに追加しました。設備の空き状況はカテゴリー別に参照でき、目的の設備がすぐに確認可能です。また前予約というビューでは自分が予約した設備情報がすぐに確認でき、使いやすさ、画面の確認のしやすさにもこだわって今回実装を行っております。今ご紹介した機能はすべて明日1月20日からご利用いただけます。現場の即戦力としてぜひ皆様の会社でも新しい機能をフル活用していただけると幸いです。なお LINE ワークスはユーザーの皆様の仕事を楽しいを応援するため今後も様々なアップデートを計画しております。サービスの初心を忘れず
使いやすさにこだわった機能開発、ラインワークスらしさの強化という2つの軸で機能開発を進めていく予定です。使いやすさという観点では本年度も引き続きビデオ会議のユーザー体験を改善最適化する機能開発を予定しておりますが、一例を挙げるとビデオ会議での情報やイメージの共有が容易になるホワイトボード機能の追加も予定しております。またAI の技術を利用した自動翻訳や議事録の作成など新しい技術を使った機能についても視野に入れておりますのでご期待ください。また最も利用率の高いトークについてはよりスムーズで直感的な操作性を実現するべく使い勝手の向上を図る機能改善を行っていく予定です。 LINEWORKS は業務に必要な機能を一つにまとめた業務用コラボレーションツールです。掲示板、アンケート、タスクなど今回ご紹介できなかった機能が他にもたくさんございます。まだ使ったことのない機能がある方は、ぜひ今日からお試しいただき活用の幅を広げてビジネスの拡大にぜひお役立てください。